9月17日に金曜日に公開されました映画酔いどれ東京ダンスミュージック、今回はトーク&ライブイベントお越しくださり誠にありがとうございます。今回、そのトークのパートをやらせて司会をやらせていただきます大月かなえです。どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。ではまず今回トークパート の一緒に進めていく人たちに紹介してもらいます。はい、監督からよろしくお願いします。はい、大月さんをのドキュメンタリーを撮影しました。酔いどれ東京ダンスミュージックっていうタイトルなんですけど、監督の永瀬優衣です。よろしくお願いします。主演の大月です。よろしくお願いします。私って何なんでしょう、ね、おまけの大月さんです。よろしくお願いします。今回この4人でなんかゆるっとトークをしていけたらなと思います。でこれ最初にガバッと振っちゃっていいんですか。ガバッと最初に振っちゃっていいんですか。まあ永瀬監督になるべく何かここ冷房がますいません、そこに直に来るからちょこそこがね当たってるのではなく、まあ、はい、はい、寒いそうです。緩めていただくことは可能でしょうか。なんかすいません、もし可能でしたらお願いいたします。はい、すいません。はい、どうぞ。その東京酔いどれ東京ダンスミュージック作るにあたって、まず最初にどういう出会いだったのかっていうのから多分いっぱい話されてると思うんですけど、お伺いしていきたいと思います。はい。そうですね、大月さんと会ったのは、その大月さんが、主催してるライブに行ったからなんですけど、そのライブに行くきっかけっていうのはまた別にあって、あのロイ・アンダーソンっていう監督のさよなら人類っていう映画があって、それを見に行っていい映画だなと思って、その話をしたら、さよなら人類っていうのはタマっていう人の楽曲だよって言われて、あ、タマっていう人の曲なんだなと思って聞いて、で、実はあの別の曲を前に、ずいぶん前に聞いたことがあって、それは電車かもしれないっていう曲を聞いてたんですけど、いやこの人いいなと思ったら、タマは解散してたから、あ、じゃあこの曲歌ってる人のライブ行きたいと思って探したら、たまたま大月さんと地区多摩の斉藤志明さんがやってるライブだったんですね。で、それに行ったのが大月さんを初めて知った時なんですけど、その時は別に喋ったりとかすることはなく、ただライブ見て、まあ噂によるとなんか永瀬監督がすげえ酔っ払って語ってのは、それなんか畜産がすごい覚えててね、僕はちょっと僕は分かんなかったんだけど、なんかベロベロで寝てたの、いや分かんないけど、なんか畜産すごい覚えてて、寝てはないです、寝てはいない。なんかあの子、あの時の子だみたいな、はい、すいません。いや、そう、それぐらい迷ってたのでちょっとあれだったんですけど、そのライブに行った1ヶ月後ぐらいに、本当にたまたまその最寄り駅、その当時は北千住に住んでたんですけど、はい、で大月さんを見かけて、見かけたんですね。はい、見かけました。前歩いてて、ああの時のライブの大月さんだと思って、ライブ行きましたって。いや、なかなか誰かに声かけられるってもないからね。真っ黒系ボックスの大月さんですかって言われて、はい、知ってる人がいるんだって。しかも若い子だみたいな。ね、びっくりさせちゃってすみませんでした。まあ、それでね、まあ、飲みに行こうよ、まあ、でも終電くらいだったから、まあ大抵飲みに行こうよって言うんだけど、まあうちまで飲みに来たんだよね。それはびっくりしちゃいましたね。なんかなんで大月さん家で飲んでたのか、でも自分も覚えてないんですけど、なんかまあお互い酔っ払ってたから、ね、そうか。そうですね。出来上がってたお互いもう会った時にすでに、
だから酔っ払いと酔っ払いの会話だったんですか。そうですね。でも多分酔っ払ってなかったら大月さんと話すこともなかったのかなって思います。なんかあんまり基本的にはその誰かに話しかけたりとか、うん、なんかそういうのはちょっと苦手なタイプなので、うんうん、なんか思い切りましたね。間がない感じで。すごい。でもなんか大月さんってそのなんかなんかそのまあ寄ってたのもその話しかけた日に私自身も寄ってたっていうのもあるとは思うんですけど、なんか人に対してあんまり警戒感をなんか抱かせないタイプだなと思って、なんかそういうのもあるからすごいなんか結構すぐ打ち解けて喋ることができたなって今は思ってます。でね、なんかそんな警戒心もいだ どうなんですかね、そのこっちから。いや、それから私は なんで取ることになったのかがすごい気になるんですよね。そうですね。で、その会った日はまあそういう感じだったんですけど、会って喋った日は、うん、その後もやっぱり近所だったので何回か飲みには誘ってくれてて、でもまあ断ったりとかもしつつ、でもなんかまあやっぱ一番最初に喋った日がすごい酔ってて自分も失礼なことしちゃったんじゃないかなっていうのもあったから、その次の誘いは普通に行ったんですよ。で、その時に初めて自分もちゃんと酔ってない状態で会ったし、大月さんも酔ってない状態で会って、はい、あ、それは多分本当に酔ってなかったです。仕事の後だったから。で、なんかちゃんと話したら、そのもちろんその酔ってる時も面白いし歌ってる時もすごい素敵だけど、あ、なんかそのどっちでもない普段の大月さんもなんかいいなって思ったんですよね。まあ普段は地味だと思うんですけどね、はい、なんかその地味な感じが多分いいんだと思う。地味ってそういうことを言うかなと思うんですけど、地味の定義とはって思うんですけど、あのそこはかとないおかしいな人感は出てるじゃないですか。何て言うんだろう、その渋谷の街中にバーってサラリーマンが例えばいたとして、あのその何だろう、100人サラリーマンが歩いてる中に紛れるかって絶対紛れないと思うんですよ。いやいやいや、紛れる、いやいや無理でしょ、まあ、いやと思うんですよ。だからそれをまあ見つけたのはすごいなと思ってて。え、永瀬監督はそれでどう思ったんですか。どう思ったんですか。どう思ったんですか。どうやって映画を撮るかっていうのを聞いてるんですか。そう。でもそのなんかやっぱその革新的な部分ってちょっとなんか難しくて、自分の中ではなんかどういう言葉で言うのが自分にとってその正しいことなのかわかんないけど、まあ、いや、ごめんなさい、いや、ちょっと普通に考えて女子大生おじさんに声かけないよねって。私は客席にあのみんなに問いたいと思うけど、女子大生だったとしてあのおじさんが前を歩いていて声をかけるかっていうね。そしてあの、そう、家に上がるかって言ったら、うん、いや、今はね、映画をなんで撮るかっていう話をしてる。そうで、どうして映画を撮ることになったかっていう話なんだよ、監督が。はい。なんで撮ることになったのか。一個聞きたかったんだけど、あの卒業制作に映画を撮るっていうのはもう なんていうんだろう、その、はい、卒業制作ってやらなきゃいけないことだったんですか。そう、あの私の撮った、大月さんの撮った作品は大学の卒業制作であの撮って作品なんですけど、作品じゃなくてもいいんですよ。小論とかでもいいし、なんかどういうものを提出してもいいですね。だからその絵でもいいし、なんだろう、
写真でもいいし、なんか立体の何かとかそういうのでもいいし、でも自分は映画と撮りたいなっていうのはあったから、卒論的な、まあ、論文は書かないけど、その代わりに映像を提出っていう感じですか？そうです、あの美術の大学だったので卒論とかはなくて、代わりに作品を提出するっていうのででした。なるほど。まあ突然生瀬からね、映画撮りたいって言われてすごい驚いちゃったけど、まあもちろん断る理由はなかったからね、それはもう何でも撮ってくれて、で最初に言われた時に永瀬になんかどういうの撮りたいのって言ったら、いやまだ決まってないって言って、あ、まあ別にそんなの撮りながら考えればいいじゃんって言ったら、あ、大月さんいい人ですねって言われたことを覚えてますけど。そんなこと言いましたね。言いましたね。まああなた覚えてないから。あ、でもで、そっか、でも、まあでもそんなになんかどういうのを撮りたいっていうのは聞いてない、聞いてないか、まあ、ただ、まあ、ドキュメントだから撮っていくってだけだったんだよね。でもなんかや、その、いや、ドキュメンタリーも撮ったこともないし、その、普通に、その、うん、そうですね、ドキュメンタリー撮ったことないから、どういうふうに撮るものなのかとかっていうのは、全然、想像もできなかったので、 でも結構なんか勢いでその大月さんに声かけたのもそうだけど、なんかすごいなんか勢いがさ、なんていうんですかね、行動が先走っちゃって、それの後にやっぱり気持ちが追いつくので、なんかそういう人多分たくさんいると思うんですけど、だからなんかその撮りなんで撮りたいのって言われた時に答えられなかったのは、その撮りたいっていう気持ちが先走っちゃったからなんだろうなと思います。だんだん撮っていくうちにこう形としてああいう状態になろうっていうブラッシュアップになっていったっていう感じなんですかね。そうですね、やっぱなんかその撮って途中段階とか大月さんに見てもらったりとか大学の先生に見てもらったりとかして、なんかこれはどういう なんで作ったのとか、なんでこの人なのとか、この人のいいところって何とかいろいろ聞かれるとやっぱりなんか考えるじゃないですか。でそれはその時に言葉にするものがその必ずしもなんかこう自分の作った気持ちと合致するわけじゃないか、どん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 変わっていくけど、なんかいろんな人から毎回毎回同じことを聞かれると、それがなんかこうなんていうんですかね、なんか多分インタビューで何回も聞かれてると思うけど、はい全然答えられないんだねなんかでもやっぱりなんかまあまあそうですね、ちょっと最初は永瀬さんが撮ってくれて、あのまあ何度も言うんですけど、その夏あたりに一回こう途中発表で大学に収めたテープ、映像があって、それ20分くらいだったんだけど、それがもうなんかただ僕が映っててこんなの映画になるのって本当最初正直思って、これで映画、あの時はだからライブも入ってたかな、まあ、ライブは入ってまして、順番は撮ってたかな、入ってなかったらただのおじさん撮影隊ですよ。そう、いやでもなんか本当にそんな感じだったね、なんかいや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 、これで大丈夫かなとか思って、そうですね、まあ、だって下手したらだから、あの北千住にいるおじさんの日常みたいな、そういうことになりかねなかった。おじさんってない言葉は使えない。いや、あのほら、あの監督から、あの頃女子大生の監督から、いや別に提出した向こう側からどう判断されるかって今言われたらっていうところでやるから、別にあのそう教授とかがね、こうタイトルをつけるとしたら、その町で見かけた、ね、あのね、自分より、ね、ちょおじさんの生態みたいになりかねなかったわけだけど、まあでもどうなるか分かんなかったけどね、なんか指針はなかったけど、まあ、結構撮ったよね、なんか川とか千住で歩いてるやつとかも、そう
まあ、使われなかったけど、いろいろ撮ったんだよね。そうですね、撮るには撮ってます。で、なんか突然、酔いどれ東京ダンスミュージックって、いつだっけかな、なんか。10月か11月くらい。そのくらいになんか、ちょっと調子づいてきた感じが。で最初はね、この永瀬監督が、まあ、映画見ると分かるんですけど、永瀬監督がずっと喋ってるんだけど、その喋りが最初なかったんだよね。で、僕はその永瀬監督の前の作品の短編とか見て、やっぱそれは語ってるので、それはすごい言葉遣いとか声とかすごいいいなと思って、まあずっと、喋りを入れてよ、入れてよ、入れてよ、入れてよって言って、やっと途中からかな、入れてくれましたけど、それはなんでね、なんで入れようと思ったんですか。そうね、ごめんなさい。でもなんか、そうですね、なんか結構心が折れやすいのもあるかもしれないけど、なんかもう会うたびにナレーション入れてよ、ナレーション入れないの、ナレーション入れないとこんなの何言ってるか分かんないみたいな言われて、すいませんなんかで、それもまあもちろん一理あると思ったから、入れてみてから決めたらいいって思ったから、だから一回入れてみようと思ったら、なんかちょっと後に弾けなくなっちゃった部分もあるし、今更そのナレーションなくすっていうのも難しいなっていうのも、それは正直な気持ちあります。ただでもあとはその、まあ、ちょっと話先と戻っちゃうかもしれないけど、その大月さんとを撮りたいと思った理由のは多分たくさんあるんですけど、その中の一つに大月さんと自分をどうしても重ねてる部分があって、それは大月さんのファンの方々はそんなのおこがましいって思うかもしれないですけど、でなんか私は結構そのでも違う人だから、なんか似てるけど自分はすごい自分のことが嫌なんですね。でもなんか大月さんはなんかすごいなんか、いやもうこんな本当に嫌だよとか、なんか人生嫌だよみたいなこととか言ってるけど、なんかまあ本当にそう思ってるんでしょ。ただなんかでもなんかまあしょうがないよねみたいな感じでなんかいられるところがすごいいいなと思って、そういうなんかそういうところが多分良かったんですよね。だからなんかその自分の心情を重ねたナレーションと大月さんが対象になるといいかなるかもしれないなと思ったのもあります。ごめんなさい、なんか分かりづらいかもしれないけどすいません、しゃべるの本当にいいたくさん、初めて聞きましたけどね。そうですね。はい。まあでも、まあ、僕は思うには、まあ映画ができてから思うには、まあ永瀬とは気があったんだよね。まあ気があったから撮影もしてたんだろうけど、まあ撮ってる時とかよく分かんなかったけど、映画ができてみて、ああ割とすげえ気があったんだな。まあだからもしかしたら、まあ心許して喋ったのか、まあ別に、そうだね、やっぱ喋るって何回か家に来て撮ったけど、喋るってなかなかね、すいません、内向的になってきました。いや、ずっと前、どれぐらい撮ってたんでしたっけ。でも期間半年、実質半年なんだよね。半年ぐらい撮ってて、なんかもう嫌だと思うことなかったんですか。なんかなぁ、いつも。いやいやいや、プンプンプン。今、ちょい今、もうオンマイクで言おうか、それ。オンマイクで、どうぞ。いつもプンプンしてたね。それはありますし、いや、なんか。いや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 、あの
シラムの相手とやってるわけじゃないじゃないですか、ここにいる、ね、皆さんが見てらっしゃるから、これから見る方もいらっしゃると思うから、なんだけど、でも酔いどれ東京ダンスミュージックって言ってるだけあっても酔っ払ってるわけじゃないですか。だからそういう人とずっと会ってるわけじゃない、それでずっとカメラを回してる状態で、いや理不尽なことっていっぱいあると思うのね。そうですね。それでもうなんていうか、もうなんでこれ選んじゃったんだろう、今からやり直そうって思ったことってないのかなとか、なんでこれ選んじゃった、大月さんってことですか。そうですか。卒業制作に大月さんを撮ろうってなんで私思っちゃったんだろうとか、いやもうごめんなさいやめますって思ったことってないのかなって。でもそれはないですけど、でも結構気がめいっちゃって撮影してしばらく経って10月ぐらいかな9月ぐらいかな、結構もうは無理と思って、なんか結構大月さんいつも撮影に協力してくれる方なので、撮影来ないとか今日空いてるよとか連絡くれるんですけど、なんかもう今日入りたくないと思って、すいません今日ちょっと予定ありますとか言ってました、ごめんなさい、今初めて知ったかもしれない、ごめんなさい。いやでも別に大月さんが悪いとかじゃなかった。いや、まあでもその辺編集してるから見に行ったんじゃなくて、撮影がもうなんかそのやっぱ自分でそのうまくいってないのとかってわかるじゃないですか。でもなんかそれをこう、いやなんか全然なんか大丈夫なのこれでってずっと言われると、いや大丈夫じゃないのは分かってるんですよ、本当にすいませんみたいな感じにはなりました。いやでも別に悪くないです、謝らなくていい。ドキュメンタリーってだって落としどころがないっていうか、落としどころがないっていうか言われるよね、終わりがないじゃないですか、ドキュメンタリーって。その人が死んだりしない限りは終わりが見えないところで、どこで終わらせるかとかどういう風に着地させるかって台本があるもんじゃないからと思った時に、だからいけどどこで区切りをつけようって判断って自分なのか、まあ、大月がここでもういやこれまでにしましょうよなんか分かんないけど、なるまでの間なんて言うんだろうな。いやだってもう期間は決まってたから撮影期間は。そうですね。卒業制作として出すまでのっていう、あとまあでもなんか後半10月くらいからなんか酔いどれ東京ダンスミュージックってテーマになって、なんとなく映画になりつつあるようなないようなみたいな、その酔いどれ東京ダンスミュージックっていうのはまあ何度も聞いたけど、なんでそういうタイトルになったんですか。なんでその大月さんのその楽曲からタイトルとかそのテーマをもらったかってことですよね。やばい。いや。東京ボーダーレス TV。